初お目見えです。皆さん、大きな拍手でお迎えください。早速ご登場いただきましょう。新人2選手、女子選手登場です。よろしくお願いします。真ん中に真ん中に、はい、緊張のお二人、はい、もうまずじゃあ声出しておきましょう。自己紹介お願いします。505に赤井セリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。505の上田様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？してます。マイクはここ、はい、はい、さて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 、昨日寝れました？めっちゃ寝ました。めっちゃ寝ました。寝たんかい。寝たんかい。さあ今回はですね、123期からお二方、赤井選手、上田選手、はい、初トークショーということでね、しっかり皆さんに顔と名前を覚えて帰っていただきたいと思います。まず赤井選手、セリナ、はい、難しい。そうなんですよ、はい、まあ、赤いは簡単ですわ。あの赤い井戸の井で、はい、お星様の星に、これなんて説明するんですか？紅色の井。あー、わかります？わからん。あの王って書いて離れるの。そうそうそう、あ、さすが説明されてる、はい、に、ナパの名。そうです、はい、これなんでセリナってつけたのか聞きました？はい、父親が車好きで、はい、F1 レーサーのアイルトンセナとセリカから来てる。アイルトンセナとセリカのくっつけてセリナ。そう、音大丈夫？やばいやばい、いや、そんなことない、そんなことない。あ、そうなんですか、はい、それ聞いた時どう思ったんですか？自分の名前、これ多分小学校入って漢字で書く時めんどくさいなと思ったでしょ？そうなんです。書道の時もぐちゃぐちゃなんですぐちゃぐちゃやってまうよね。で、なんでお父さんそんな名前つけたんやと、アイルトンセナとセリカや言うて。そんな理由か。ええけど、まあええけど、いや、これでも皆さん覚えてくれると思いますよ、はい、アイルトンセナとセリカでセリナ覚えてください。はい、そして上田選手は、はい、上田竜星選手の妹、はい、はい、サナ、はい、はい、漢字が糸辺に少ないに、はい、奈良の奈、これ説明しやすい、はい、説明しやすいね、はい、覚えておいてください。糸辺に少ないに奈良の奈、上田竜星選手の妹さんです。はい、さてお二人、今度デビューなんですけど、そもそもなんでボートレーサーになろうと思ったんですか？私は2年ぐらい前に漫画のモンキーターン読んで、かっこいいからこれやるわ言った。漫画読んでかっこいいわ、これやるわ言って、やるわ言って、はい、いけました。え、赤井選手は今おいくつ？まあ、今年で23になります。23歳。で、21歳の時に漫画を見て、はい、それまでは何してたんですか？それまでずっとクラシックバレエやってて。おお、海外に行ってたんですけど。クラシックバレエで海外に行ってた、ちょっとだけなんですけど、そこで今の時に、はい、アプリで漫画読んでたらモンキーターン出てきたんで、はい、それで見て。海外、ちなみにどこですか？イタリア。イタリアで、イタリアでクラシックバレエ、あ、ごめんなさいね、こんなの怒られるけど、やってて、はい、それは、修行とか、そうで、仕事を、仕事で、しに行きたかったんですけど、はい、ただあの、ビザ取れなくて、帰ってきたんで、はい、でもうバレエいいわって言って、そこまで、イタリア行ってやるまで、やってたのに、はい、まあ、ちょっとビザ取れずに一回帰ってきて、そのイタリアで見た、あ、そうや、モンキーターンで見たな、ボートレース。そうですね、あれやろう、あれやろう。実際見に行ったらめっちゃかっこよかったんで、はい、これやわ。それまではじゃあもうバレエ一色で全然もうボートレースなんか、はい、はい、バレリーナになるべくやってたんですけど。あ、すごい転身ですよね。みんなびっくりしたでしょ？周りからめちゃくちゃやって言われて。ですよね、今多分全員そう思ってると思います。そうなんて、びっくりすると思いますけど。それで学校一発？2発、2回目で2回目で合格して、そこから猛勉強して、はい、はあ、すごいですね。上田選手はもちろん、はい、お兄様の影響でに勧められたのがきっかけです。勧めたんですか、お兄ちゃん？ただお前もやってみんや、ボートレース言うて。お前よかなかったら俺より下やぞって言われて。え、それが悔しくて。悔しくて、え、お兄ちゃんと一緒で、自転車やってたんですよね。 BMX をやってて、はい、で、お兄ちゃんが選手になって、はい、
それでその時、まあ、お兄ちゃん選手になった時は私オーストラリアにいててイタリアとオーストラリアですってこの123キロすげえすげえワールドワイドオーストラリアに行ってて、はい、気がついてお兄ちゃんボート姉さんになってた。あ、そうですなるって分かってて、はい、私はワーキングホリデーでオーストラリアに行って、はい、でちゃうなと思って帰ってきた時にちょっと海外行ってみたけどちゃうわ思って帰ってきて、はい、その時に兄がちょうどデビューして、はい、これめっちゃ稼げるでみたいな。お兄ちゃんお兄ちゃんサナボートレースめっちゃ稼げるお前もちょっとやれやと。そんな感じです。お前これ試験受からへんかったら俺より下やぞと。そうですね。それは悔しいと。悔しかったです。絶対やってやる。はい。はあ、お兄ちゃんのレースもじゃあ帰ってきて見て。はい、見ました。でその時にじゃあ自分もやりたいなと思ったんですか。かっこいいなと思って、はあ、楽しそうって言ったらちょっとあれなんですけど、はあ、自分もしたいなと思いました。はあ、でお兄ちゃんに負けずに猛勉強して、はい、サン選手は3回目で、はい、3回目で。その時お兄ちゃんが何か言われました。兄がちょうど多分2回目で合格してるんでお前2回以内に受からんかったら俺よりしたいなみたいな話をされてて、はいはい、受からなくて、はい、悔しい次絶対と思って3度目の正直でなんとか。でもこっからまたお兄ちゃん挽回できますから。ちょっとお兄ちゃんも今ね乗りに乗ってますけど。そうですね、うん、はい、まだここからデビューしてからお兄ちゃんを追いつけ追い越せで頑張ります。じゃあそれぞれ、まあね、短く言えば、サナ選手はちょっと、ね、お兄ちゃんがあれやったから短かもしれないですけど、でも、若い選手はそんなに、ね、そうですね、それもじゃあ、モンキーターンと、まあ、レース場だけ見に来て、あともう勉強して2回目で受かって、学校行って、びっくりしたでしょ、学校行って。あー、でもなんか、モンキーターンにめっちゃ厳しいって感じだから、全部モンキーターンでしょ、ほら。あ、モンキーターンでね、これめっちゃ厳しい。めっちゃ厳しいから、はい、そうか。ああバレーの練習とまだやっぱ違います。あもう全然、はい、ゆるいんでバレーそんなことないでしょ。イタリアまで行ってたんですから。あ全然ゆるいんで、はい、なんか役立ってることあります。バレーやってて、うん、体柔らかいことぐらいです、ね、そっか、はい、もしかしてこういうのとかできる、できる、はい、おぉじゃじゃん。いやいや待って待って待って、あ、スーツやったからね、スーツやったから、ちょっとスーツがパチパチやったからね、からね、ちょっと上がらへんけど、これやらかかった、ジャージだったらもう白を行く。今度またリベンジして、じゃあリベンジ、今度ジャージ柔らかい服で。あ、そうか。でも学校時代もモモキガン情報知ってたから、そんなにもう厳しいもんやと思って入ってた。そうですね、でもやっぱりそれでもしんどいのはしんどかったね。ですよね。もう先生もやっぱりお兄ちゃんから学校も受かった時点では厳しいぞ、お前しっかりちゃんと卒業しろよっていうのは言われてた。学校時代に兄から手紙こう届いてたんで、厳しいのも全部捨てて自分できひんやろうなとは思ってたんですけど。あ、え、お兄ちゃんが学校時代に家族にこう手紙書いてくれました。その時にこうやっぱしんどいよみたいなのもあったんですか。大変そうなのが伝わりました、すごい。はー、え、学校時代お兄ちゃんからこう手紙が届くこととかなかったんですか。あ、届けました。お兄ちゃん、あ、1回だけありましたね。へぇ、何回か書いてたら、はい、1回だけ返してくれて、はい、めんどくさいから電話にしてって言われて進めといて、そりゃないよね、お兄ちゃんね。だって電話だって限られるね、時間にね。そうなんです、土日祝日だけだったですよね、かけなあかん相手あるのに、そこにお兄ちゃんかけてるもんねあ、でも1回だけ手紙くれたんや。くれました。あ、学校時代、こう、もう今やからあれやけど、これが一番辛かったなってどんなことですか。私はもう体重が多いので減量がしんどかった。あ、今何キロ。今ちょっと分かんないもう次デビュー今ダイエット中です。ダイエット中です。しっかり減量してます。減量してます、はい、まあちょっと身長もね、ありますからね。一番もう女子はダントツで大きいから、はい、ああその分ちょっとね、しんどいかもしれない、はい、ああそうか。北野選手は辛かったのは、訓練初期の抜直の嵐が一番しんどかったです。抜直が毎日スクワット200は絶対してて、みんなで手つないで腰折れてない子がいてたら一からやり直しで、最高多分1日で600かそれぐらいはしましたね。どうだった、膝ガクガクっしょそれ。毎日上体よりはしんどかったです。しんどい
あもうじゃあもうスクワットの数の字聞いた時間がグエーなるぐらいグエーってなるぐらいそうかでもそんなね厳しい訓練をなんとか頑張って2人今度次デビューですよはい、はい、こう憧れっていうかこういうレーサーになりたいなっていう、まあ、レーサー像とかあとはこう憧れ見せる選手とかいるんですかもう先輩選手が全員すごくすぎてはいなんですけど最初初めてレース見に行った時にパッて目に入ってかっこよかったのが石野選手だったほう石野孝之選手そうはいかっこいいなと思ってはいあんな石野選手みたいになりたいな、はい、だいぶ雲の上の存在ですけどねでも憧れはね大きくね目標は高くはい佐野選手は自分はやっぱり目指すきっかけになった兄の選手を目標にしてます、はい、そうですかですけどいやまずはお兄ちゃんを目標に、はい、お兄ちゃん追い越したらまた次の目標にはいでもお兄ちゃんも絶好調やからねすごいですね何、ね、かアドバイスとかあるんですかあもう自分すごい下手くそなんで一回練習見に来てくれた時に、うんお前ここまで下手やと思わへんかったわってびっくりされてお兄ちゃんママ厳しいなもうそっからは基本から教えてくれてでもありがたいですね、はい、そういう大きなね、はい、あの存在がいるっていうのはね、はい、でも123期5人っていうのもまた心強いでしょ心強いで、ね、男子3人次また次節特集あるらしいんですけど、はい、男子3人どうですか女子から見てここだけの話ここ聞いてないですどうやろう個性、一人一人の個性が強くて面白いですねあ、そうなんですか、はいはい、へぇ 5人でいて、一番騒がしいのは誰なんですかでも基本、住みないの3人はそんな騒がしくないチームそうなんですかあ、他の同期の方が騒がしいのいっぱいおるわ同期がすごすぎてそうなんですか、はい、大阪おとなしい大阪おとなしい、はい、へぇ女子はどうですか123人女子もう噂のね、あの山崎さんとか出ますじゃん、はいうん、仲いいよ仲いいしほんまにじゃあまあこれからね、みんなで頑張ってはい、次節がデビューです、はい、最後にもう一言ずつ皆さんに覚えていただけるように意気込みをちゃんと減量してデビュー戦を迎えたいと思うんで応援よろしくお願いしますはい精一杯練習してデビュー節でもしっかりレースに絡めるように頑張りたいと思います応援よろしくお願いしますはい、フレッシュなお二人この後8レースにもまたね、再登場いただきますので一旦お別れしたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは拍手でお迎えください赤井セリナ選手、江田さん選手ですよろしくお願いしますなんでそんな二人くっつくんですか仲良しアピール妻とか仲いいんで大丈夫はい仲いいんでね、じゃあくっついていただいてですけど2回目のステージ、ちょっとは慣れましたちょっと慣れましたはいさあ、先ほどのね、6レース発売中にはお二人にこういろいろボードレーサーなんで目指したのかって話を聞いたんですけれどもまあ、2人ともネタいっぱい持ってますねねえ、赤井選手は元バレリーナなりかけてたみたいな。いや、だってイタリア行ってたんでしょ。そうですね。ぶっちゃけね、はい、バレエって、うち子供いてるんですけど、はい、お友達とかバレエ習ってる子いるんですよ。はい、お母さん言ってました。めっちゃお金かかんねえんですよ。めっちゃお金かかるんでしょ。めっちゃお金かかるんでしょ。だってイタリアまで行かしてもらったんでしょ。それはまあ自分で。あ、自分で？すげえ。高卒ですよ。バイトして貯めてイタリア行って。そうなんとかバレリーナとしてと思ってそうですねでその金だから要は言うてもお金がいっぱいめっちゃあるじゃないですかでも自分でバイトしてイタリア行って家族はみんなもうペニャバレー選手になるんやわバレー選手はバレリーナになるんやわ思ってたのに、はい、帰ってきたらいきなりボートレーサーになる言い出してそうなんですよもうだから最初言えなくてですよねボートレーサーになりたいって用意はあってもう実は黙って試験受けました黙って試験受けたこっそりこっそりこれ受かってから言うたんですかいやもう1回目受けた時の一次試験とか黙って受けてたんではいもう二次試験さすがに
隣で、そうですね、歩いて、はいはい、養成所で、うん、でさすがにこれはおらんかったら通報されるんじゃないかなと思ってそれ急にどっか行ってね、はい、帰ってこうへんは連絡取れへんわじゃね、うん、なんで置き手紙して、ちょっと待って、ちょっと待って置き手紙して、はい、夜行バス乗って福岡行きましたちょっと待って、意外なネタ出てきたね。え、置き手紙実は試験受けました、なんか一時通ったんで福岡行ってきます、言って出てったそれもう赤い毛えらい大騒ぎでしょ、めっちゃ怒られました。そうやわ、え、それは帰ってきてから怒られた、いやもう一応もう前日の夜に入れてたんで、はいはいはい、夜行バス乗ってる時に、はい、朝着いて連絡一応お迎えしようと思いました、うん、あ、帰ってきなさい、いやいやそらそうやわ、家帰って置き手紙見て、えセンターとボートレーサーにつって、まあ、向こうから行く言うてて、やめてやか受けるとかって言われてて、いやいやそんなねって言いながら勝手に受けてたんです、それが1時でしょ、それが1時ってことは、1時っていうか1回目、1回目です、そうだよ、2時であかんかって帰ってきたんですよねじゃあそっからやっぱもう反対、いや、もう説得して、あ、もうほら、くくりよったな、セリナは言うて、そうですね、あとは応援してくれて、はい、はぁ、持ってるなぁそんだけの、じゃあもう覚悟を決めていったんですね、じゃあそう、まあ落ちたんですけどね2回目はね、2回目はね、でもそのね、やっぱりもうその覚悟があったから2回目で通って、そうなんですかねいや、これはちょっと家族にも話聞きたいねはぁ、で、佐賀選手はもうやっぱりもうお兄ちゃんにさって言われて、はい、そうですね、行ったから家族はみんな応援してますよね、そうですね、やりたいっていうことは全部応援してくれる家族なんで、はい、恵まれてますね。でもワーキングホリデー行ったってことは他の道もちょっとは考えてた、もうボートレーサーになるっていうことはちょっと考えなかったんで、あ、自分でも今ここにおることびっくりしてます、もう全然そんな選択肢なかった、なかったですね、お兄ちゃんが、はい、なったから言われて、そうですね、でも海外行ってなんかしようかなと思ってた、海外に住みたかったんですずっと無謀だったんですけど何がしたいとかじゃなくて海外でなんか生活したいなと思ってた、かっこいいじゃないですか佐藤選手は今おいくつでいらっしゃるんですか、今22歳、ワーキングホリデー行ったのが19歳で、海外っていう言葉に憧れて、そうです、ね、海外に住みたいなと思って、海の近く住みたいなみたいなそれが今ここにいると、そうですね、はあ、じゃあ、まあ、イタリア行ってた、はい、オーストラリアに行ってた、はい、イタリア語、英語はいける、いやもうノリで生きてたんで、あんま喋れないんです、あんま喋れない、でもイタリアで生活するにはやっぱね、ご挨拶ぐらいはできるんですよね、挨拶と、うん、まあ、あとお腹空いたとか疲れたとか頭痛い、ちょっと自己紹介しますよ、イタリア語で何やったっけ、イタリア語って何、ボーノしか知らない、ボンジョルノ、あ、ボンジョルノ、よそのセリナピアチェレ、かっこええ、最後の最後のやつは何て言うんですか、ピアチェレ、ピアチェレ、初めまして、よろしくお願いします、あー、でも向こうでお買い物とかも全然、はい、もう普通に片言のイタリア語とジェスチャーで、そう、一人の生活してます、そう、すごいね、やっぱ違うな、いやいや英語で、いや、もう英語でワーキングホリデー行ってた英語ちょっと見せといて、ワールドワイドやで123件の大阪新聞があってとこ、ちょっと見せといて、はい、Hello, I'm Sana, nice to meet you. おー、もう誰でも言えますね若干ね、若干ね、でもちょっとね、発音がね、いやー、そうかよ、優しいわ、あ、そう、で、他に言ってた先、ネタ持ちの人いるんですか、みんなめっちゃ持ってます、みんなめっちゃ持ってる、個性豊か、個性豊かで、あの、ナイトスクープの、あ、兵庫のね、私、あのロケ見てたんですよ、天ヶ崎で、あ、そうなの、はい、見たんですよ、そしたらデビューして、やっべ、年取ってるのやっべ、年取ってるのあ、それ、カズハラ君、はい、ね、ネタ持ってますよね、はい、あと、こいつやばいねっていう人いました、
うちの同期こいつちょっとやばいぞっていう、おもろいぞっていう。結構みんな面白いんですけど、琵琶湖支部の木下ゆうすけは、はい、もういじればいじるほどおもろいです。何語でも喋ります。ペラ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 。で、支部の木下ゆうすけ、はい、何語でも喋る。何語でも喋る。ちょっとこれ期待に応えてくれます。何でも答える。はい、顔は？顔もおもろいです。顔おもろいかい。おもろいかい。イケメンじゃなくて。あ、でもイケメン。え、コニーか。どうなんやろ。好みは分かれるからね。好みは分かれる。一番イケメンであるんですか。あ、国分翔太郎さんです。おー、魔女一。はい、国分翔太郎。ジェットで世界チャンピオンになってた。ほー、東京の支部。東京支部の、はい、国分翔太郎。はい、イケメン。かっこいいです。かっこいい、はい、注目やわ。お、大阪の作品はどうですか。イケメン。イケメンじゃない。でも松井さんはちょっとかっこいい。ちょっとかっこいい。大丈夫、本人聞いてないから気づけ出した。あ、松井くんはちょっとかっこいい、はい、あと二人は。一人はもう黒くてめっちゃいじられてました。あ、黒くていじられてました。ひょっこりさんに似てる。ひょっこりさんより結構丸いけど。そう、なんかでもひょっこりさんと黒いからすぐなコーヒー豆とかね。なんか、いろいろ言われてます。いろいろ言われてます。ステージ登場予定なので皆さんいじってあげていただきたいと思いますけれどもね。さあ、でももうなんか目標123期でとかってあるんですか。いや、全体では多分目標ぐらいはないやつで。だけど大阪市で言ったら女子が先にデビューします。そう、負けられないですね、はい、まずはいいとこ見せないと。はい、もう特に13期で一番先、はい、おお、水準祭チャンス。123期一番乗るチャンス。まずはとりあえず無事故で、はい、まずは無事故で、はい、ちょっと厳しい世界だと思いますけれどもね、地元でデビューできるって、地元でデビューできるって言えない言ってましたよ。津田さんなんかオリンピックにやったら言ってましたから。あ、そうなんだ。はい、地元で多分熱い声援がね、2マークとかよう声聞こえるらしいですから、そう飛ぶと思います、はい、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあ最後にもう一言ずつデビューに向けて一緒に語っていただきたいと思います。ヤジ飛ばされないように頑張るんで、皆さん応援してください。お願いします。はい、大選手でした。そして小選手、はい、全力で迷い続けます。頑張りますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。では、2人写真撮影、移動いただきます。